クシラックはオーストラリアで最初に開発されたデジタルコンピュータで世界的にも4代目のプログラム内蔵方式のコンピュータである。当初はシエサーマーク1と呼ばれていた。今もそのまま保存されており、現存する最古の第一世代の電子計算機である。また、史上初めてデジタル音楽を奏でたコンピュータでもある。クシラックシスラックは オーストラリア連邦科学産業研究機構のトレバー・ピアシーとマストン・ベアードが率いるチームが制作したもので当時ヨーロッパやアメリカ合衆国で行われていたのとは独立に似たようなことをしていたテストプログラムが最初に動作したのは1949年11月のことである1950年か51年クシラックで音楽が演奏されており 世界初のデジタルコンピュータによる音楽と言われている。この音楽は録音されていなかったが、後にかなり正確に再現されている。1955年、オーストラリア連邦科学産業研究機構は、コンピュータ開発が同機構の目的外だと判断し、白の施設であるシドニーの電波物理学研究所にあったものをメルボルン大学へ移管した。 1956年までオーストラリア唯一のコンピュータだった。1964年退役となった。その当時すでにクシラックの歴史的重要性が認識されており、後に博物館で展示する目的で保管されることになった。1960年代から1970年代を通して倉庫に保管されていたが、1980年から1992年まで、 コールフィールド工科大学で展示された。その後、また倉庫に戻されている。1990年代にクシラックへの関心が再燃したが、当時すでに開発関係者の多くが亡くなっており、貴重な歴史が失われつつあった。1996年、クシラックについての会議が開催された。2000年、メルボルン博物館に常設展示されることが決まった。 退役後は実動できない状態になっているが、クシラック上で動作したプログラムの多くが保存されており、それらを動作させるためのエミュレータも書かれている。キュレーターは修理して動作させることはしないと決めている。修理して安全に運用できるようにするのに膨大なコストがかかるということもあるが、無数の部品を交換することで歴史的価値がなくなると考えたためである。クシラックは、 ビクトリア州遺産に登録されており、ヘリテージオーバー、クシュラック第一世代の真空管を使ったコンピュータの典型である。主記憶装置として、水銀遅延線を使い、20ビットを1ワードとして768ワードを格納する。補助記憶装置として1024ワードの並列ディスク型記憶装置を備え、アクセス時間は10ミリ秒である。メモリのクロック周波数は1000ヘルツで、 制御装置はそのクロックに同期し、2サイクルで1命令を実行する。バスはシリアル方式で1ビットずつ転送する。命令セットは最小限のものだが、基本的な算術命令や論理命令は揃っており、条件分岐命令や相対ジャンプ命令もある。入力はパンチカードを試したが満足のいく結果が得られず、3アノカミテープを使用した。 制御宅から一度に一つのプログラムを実行するよう操作する。また、制御宅にはレジスタの内容を表示するブラウン管がある。出力は一般的なテレタイプ端末または紙テープ参考機である。オペレーティングシステムは存在しない。1960年、ジェフ・ヒルがインタープリグラムという高水準プログラミング言語を開発した。これは、 初期のベーシックとよく似た言語だが、ベーシックは1963年に GE-200 シリーズ向けに設計された言語である。クシラックは約2000本の真空管を使っており、その大部分は 6SN7、6V6、EA52 極管、KT66 といった真空管で構成されている。後に補助記憶装置の入出力部にゲルマニウムトランジスタを使った、 電子回路を組み込んでいる。ありがとうございます。